情報配信アプリ神谷宗平の日々の活動をアプリ「カグラというアプリで配信をしておりますのでぜひ皆さんダウンロードして情報をとってくださいそちらの方は毎日無料で配信しています また音声メールマがデイリー神谷というものも365日配信しておりますのでそちらの方は神谷宗平のホームページから詳細を調べていただいて情報をとっていただければと思います SNS の配信だけではなくもう少し私の思いですとか日々の活動それから参政との活動ですねそういったことについての配信を毎日行っておりますぜひそうしたツールを使って神谷宗平の活動を応援してください CGS を学び様、こんにちは。神谷総平です。本日もアメリカンアイズをお送りしていきたいと思います。こうした山中先生さんです。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。はいまあ前回はですね、あの、タッカー・カールソンさんのですね、えー、国会襲撃事件の真実みたいなお話から、はい、どんどん話し終ったんですけども、今日もですね、行きたいのは、アメリカで、うん、 こう食品に関するいろんな事故が起きているということで、私が認識しているのは一つは、えー、いろんな食品工場がですね、うん、立続に火災にあっていると、はい、いうことですとか、この間続いたのは列車事故、うん、で、なぜか化学薬品を積んでいるような列車が立続に事故にあって、うん、こう国葬地帯が、ね、はいね 汚染されているというようなこと続いているので、うんはい、その辺についてのちょっと見解を聞きたいなと思いますそうですね、ここ、本当何年かで、特にあのこのバイデン政権かといいますかね、はい、なぜか不思議なことに、まあ、大きないわゆる食品工場、食品、はい、あの生成とかね、まあ、プロセスする工場がね、あ,のあるいはその倉庫みたいなのがね、あの事故、まあ、焼けたり、はいうん、あるいはその本当にこう、 放火かなんか分からないんだけど、そういうことが頻繁に続いてたんですよ。はい、で、みんなまさか、これが陰謀っていうか、どな、誰かのね、意図的なものなのかって言った時まだそれは、 あの、はっきりした証拠もないんですけど、はい、特に一番でも最近インパクトが多かったのは、やっぱり今言われた、その、まあ、オハイオ州の、はい、あの、その、名前がすごいんですよね、パレスティンっていうんですけど、はい、そのパレスティンなんじゃなくて、パレスティンっていう名前の、小さな町なんですけどね。はいうん でもこの地域ってのは昔はですね、本当工場も多かって、農作やっぱりあの辺ですからみんなオハイオとかね、まあ、アイダホとか、まあ、あの辺っていうのはもうみんなあポテトとかね、はい、まあコーンとかいっぱいあるところで育ってるところではあるんですけど、うん、それプラスね、 あの、僕すぐにちょっとびっくりしたのは、あのオハイオの中のパレスティン街はみんな知らない人も多いんだけど、ヤングスタウンっていうのはすぐ隣にあるんです、はい、このヤングスタウンって私あの一冊目のアメリカの終わりっていう本の中で第一章でずっと取り上げて、忘れられたアメリカ人、うん、つまり昔は工場で本当に栄えた街が、 今はチャイナで、つまりあの、歴代の大統領がウォール街と組んで、工場をみんな中国に移しちゃったわけです。はい、だそこのエリアがあの中西部の一番ベルト地帯って言われる、あの、ところで、そこがね、その中でも一番貧しい、ヤングスタウン。つまり町から工場が全部いなくなったことで、失業率が6割ぐらいですよ。はい、ド,ドラッグとか、それからアルコール中毒者の数も全米で一番多い。うん 子供の仕切り自立も一番低いとかね。そこまで見放されたような街を、があって、すぐそのエリアはみんな似たようなもんで、だから貧しい白人の、えー、あんまり大学とか出てない、あの、そういう学歴の、ね、低い人たちが、スキルもない人たちがあの辺住んでるんだけれども、だからそうですね、トランプの支持者、投票者が多いんですよ。はい。で、あそこを、まあ、その大きな列車が通って、そこにもう膨大な量の化学物質、はい 毒のですね、うん、あれが、まあ、ばらまかれて散布されて、はい、水なんかあの要はね環境省みたいなとこありますが、はい、そこのトップの人が来てねいや少しかなりクリーンしたから飲めるんだなんてこと水飲んでるデモンスーションやってましたけどね、はい、ただかなりの人はもうすでに喉だとか目だとか、うん、あのそこの水を飲んでることで異常を訴えて、はいはい、訴えてるにもかかわらずちゃんと国はねあの操査してないんですよ、はい これもおかしな話で、でちょっと深読みする人は、これはトランプ支持者たちへの、いわゆる報復じゃないけど、うん、そういった攻撃なんじゃないかっていう、うん、うがった見方をね、はい、する人もいるぐらいで、うん、だから、これはね、もしかしたらもうちょっと深い何かがあるのかもわからない、はい、ということを言ってる人いますね。うんうん、そういった国葬地とかでね、そういう事故が多発すると、うん、やっぱり生産で落ちるじゃないですか。はい で、今、オランダ、これかランさんから教えてもらったんですけど、オランダの農家はね、はい、もう廃業しろと、うん、特に畜産とか。はい、で、日本の農家も大変なんですよ、今。うもう、畜産関係の方が、あの、はい、物価が上がって、飼料も上がって、はい、ね、あの、営らんでいけないということで、うん、もう本当にこの3月、4月でも、たくさんの畜産農家の方がですね、廃業しようかというふうな形になっていると。 アメリカはどうなんですか食料関係は。あの、食料はね、まあ、基本的に日本と一番大きいの違うのはね、アメリカはほら食料大国ですから、はい、食料をまあ生産できる。うん、大豆にしても、卵にしても、大量のね、はい、まあ世界中日本もくるめて、売れるわけですよね。うん、まあ、肉にしても。はい、ですから、まあ、ただ一番肉にしてもですよ、あるいはああいったものもね、飼料、今言った飼料ですよ。はい いや肥料ね。はい、肥料だったり、化学肥料もね、ああいうのみんなね、ウクライナがね、かなり世界の市場の5割以上かな、ウクライナなんですよ。はい、でもあれは全部止められちゃってますから、うん、ロシアも出さないように、はい、船が簡単に、ね、運べないようにしちゃってますから、でロシアも食料大国ですよね。生産大国。はい、だからこういった2つのロシア、ウクライナという食料の、まあ、おもと、特にあの、肥料だとか、化学肥料なんか、ここガーッとこれはっちゃってるわけですよね。うん だから日本にも影響がある。これはアメリカも影響あります。はいうん、ただアメリカってのはやはり非常にあの、そういうものにも耐えれるだけのというか大きな、値段は上がってるんですよ、みんなね。すべ、はい、てがインフレですから、うん、アメリカも。まあ、なんといってもガソリンとかね、はい、あちらのエネルギー関係がもう値上がりしているので。うん そういうのも含めてね。まあ、食料に関しては、ただ大きく日本と違うのは、やっぱり、僕はね、だから産生と、ね、食と農業。うんはい、これを非常に重要してるっていうのが、はい、僕はもう本当に、これはこのま,まさにこれからの一番重要なね、分野だし、うんはい、食、健康、そして農業。日本が自前であの、とにかく最低必要なものに関しては、もう外国頼らないというところまで回復させないことには、はい もう生きるか死ぬかって、もう食、食料なんか死んじゃうわけだし、はい、エネルギーと食料ですよね。水とね。えー、水余りはありますからね。水はある。だけど、この一つがない国だから、はい、よっぽどやらないとね、ええー、今までの政党だけじゃとてもとてもできないですよ。いや、もうだって、政府・与党は、コオロギクエって言ってますから、あれ、本当なんですかね。本当です。はあ。ちょっと世も紡いですね。もうだから、そのテレビはね、それこそこの間言ってるのは、えー、肝心なアメリカのニュースなんかやらずに、えー、はい。 かわいいタレントさんとか出してきて、はい、なんかこれからコオロギクッキーですとか、はい、コオロギパウダーで作るんですとかはい浅草歩いて驚いちゃったんですけどねあちょっと通り歩いてたらねちっちゃくですけど、ね、出てね昆虫食って出てるんですよコオロギっっはい浅草でこんなことを許されるのかと私は思いましたけどね恐ろしいですね もういろんな大手企業が、はい、うん、そのコオロギの養殖に、はあ、あの資金投下しますとかってやってたり、あとは、バイオ肉ですね。うん、はい、試験管で作る肉とかですね。はあ、あとはま、まだ日本ではあんまり見てないですけど、3D ミートっていうのもヨーロッパは出てますし。出てるんですね。はい。だから僕はなんか食料危機器を演出してですね。うん、はい、なんから日本の食をまた、 いじっていこうとしてるように思えてならないんですけどね。あの、これ僕はね、まあ、あれもそうなんですけど、はい、あのなぜああいうことをや政府がね、政府の上に一つあるのが、はい、まあ今のグローバリスト、はい、世界経済フォーラムとかあの連中ですから、うん、つまりパワーなんですよね。うん、人々を言うことを聞かせるために、いくつものああいうシナリオ、これし、あの環境であったり、はい、まあ再エネだったり。はい あのいわゆる脱炭素化であったり、うん、あれ、も機も大菌も全部もうやらざるを得ないところも含、はい、まれてるわけでしょ、そうそうこのコロニーだと同じなんですよ、ね、はい、これ食わなきゃっつったときに、ね、そのだって大菌が全部入ってきたら、うん、食べる人増えちゃうんじゃないですか、はい、食べたくない人いると思うけど、うん、だそういうね、全部パワーでコントー人々をコントロールしていくための手段で。はい え、ね、日本はマスク解禁になって昨日からなったって言ったって、まだ97%以上やってる。はい。いやいやいや、この国民というのはどういう、ね、政府が言って大丈夫だって言ったっても、まあ政府は信用してないんだろうと思いますけどね。うんうん、ただもうそこまで洗脳が行き渡っちゃってるから。はい。ねうん、あの、主流医療の科学の先生たちが毎日テレビ出て、はい、マスコミと一緒になって,って煽って煽って、これによって恐怖が、 骨の髄までね、植え付けられちゃってるんだと思いますけどね。まあね、それを解くためにこうやって CCS10 年やってるんですけどね。うん、うん。まあ、<ー>啓発だけじゃダメなので、まあ、賛成党ロンドも含めて、はい、はい。ちょっといろんな情報をね。まあでも、やっぱり今回みたい山田さん来ていただいて、やめさん今こうなってる、こうなってるよというふうな、やっぱり海外のね、えー、のーその生の声をですね、うん、はい。伝えていただくと、まあ、賛成党員、あの海外の方も多いんで、在、ね、外の方もね、 そういった方々の情報を集めて、うん、やっぱり本当のことを皆さんに伝えていかないと、もうメディアが全部ね、うん、あの情報をコントロールしてますから。完全にそうですね。えー、そのことをやっぱり皆さんに理解してもらうのは、もうあの手この手でやるしかないですね。うんまあ、でも本当にね、今もう、あの、支持率10年やられて、それでもう3 0ッ0で、この今年なんか選挙大きな衆議院もありそうだというね、そうですね。えー、お聞きしましたんで、ぜひちょっとここを。 もう本当のね、正年度勝負どころとして、え、何が何でも。取り、処理をね、え、取っていただきたいなと、期待してます。いや、期待。人が足りないんで、よかったら青森選挙会があって、応援はもうバッチリやってますんで、今。はい。はい。お願いします。はい。では、今日まで、終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。